黒い鍋と夜間。鍋が夜間を黒いというは、おそらくはスペイン語に起源があると考えられている。ことわざ的なイディオムで、英語では17世紀前半から用いられている。その書質とされる要例は、ある罪状で他人を告発していた人物が、まさにその罪状で、自ら有罪となったという文脈で用いられており、心理学における、投影の事例となっている。 英語圏などのインターネットスラングでは、自分のことを棚に上げて、他者を論難する行為を指して、この言い回しを踏まえて、PKB と表記することがよくある。メクソハナクソを笑う。または、50歩100歩。トーマス・シェルトンが1620年に翻訳した、ドンキホーテの表紙。英語における、このイディオムの書室は、トーマス・シェルトンが1620年に翻訳した、スペイン語の小説。 ドンキホーテの英訳であった。主人公、ドンキホーテは、従者サンチョパンサの批判にさらされて徐々に進むのが遅くなっていくが、サンチョに対して、お前はフライパンが、夜間に、進め、黒眉毛野郎と言ってるようなもんだという。この箇所のスペイン語原文は、ジジョラサートン、エーラカルデラ、キタテアヤオジングラヤツと言ったとなっている。このテキスト中で、この表現は、 自分が抱えている欠点と同じ欠点について他人を批判する人物に対して言い返す時の上等句、ことわざとされている。表現がやや異なるバリエーションもいくつかあり、フライパンが鍋を黒い尻と呼ぶこともあるが、これはフライパンも鍋も調理のために火にかけられて黒く汚れることを踏まえている。このバージョンはイングランドですぐに記録されるようになり、 1639年に、ジョン・クラークがまとめたことは座集、パー・エ・ミロージア・アングロ・ラティーナにも、ザ・ポット・コール・ズ・ザ・パン・バーンとアースが記載されている。現代の言い回しにより、近いものは、ウィリアム・ペンが編纂した1682年の、サム・フルーツ・オブ・ソリテュード・イン・ディフレクションズ・アンド・マキシムズに見える。この部分での巨例は、最後の飲酒の例を別にすれば、 批判するものと告発されるもの,の行動は厳密に一致しているわけでもない。これとは別の近代における解釈は元々のものから大きく隔たったもので、鍋は火にかけられるためすすけているが、夜間は石炭の上に置かれるだけなのでピカピカであり、鍋が夜間を黒いと告発するのは自分のすすけた姿が夜間に映ったのを見てのことであり、ポットが告発している夜間の難点は実は 鍋だけが抱えているものであって、両者が共有しているものではないとする。このような論点は、1876年に刊行された初期のセントニコラスマガジン史に掲載された無署名の詩にも現れる。1470年代のメディチ家ケの写本に描かれた蛇と蟹の空は、ありがとうございます。